どうして胸がざわつくんだ。あれほどの大惨事の後じゃ、クレイモラン城もただでは済んでおるまい。シャール女王の安否を確かめたい。聖地ラムダへ向かう前に、ここクレイモランの主、皆の者は城下町の様子を見てきてくれんか。ん？どうしたカミュ、ひどい顔色じゃ。いえ、俺なら平気です。町の様子を見てくればいい。いや、無理するでない。記憶もない中一人で。すみません、ローさんお主らしくもない。気にするな。ではThank you.
顔を上げなされシャール殿、王たる者。ロー様、皆様久しぶりじゃのう、シャール殿。よかった、大樹が落ち、闇が世界を覆い、黄金病の恐怖がこの地に蔓延したとしても、ま、それじゃ、シャール殿。数週間ほど前からです。クレイモラン王国一帯でこの病に感染した者は、人間も動物も植物でさえも、体が黄金に。原因も治療法もわからないこの病は、いつしか不安に怯える人々が他の国に助けを求めようにも、病と共に現れた巨大な黄金の氷山により陸路も海路も閉ざされ、病を調べていた魔女リーズレットも逆にあらぬ疑いをかけられ、城の地下に幽閉されてしまいました。友人として彼女を解放しようと試みましたが、民の強い反対に遭い、それもかなわず。なんと、そのようなことが。ありがとうございます。城の者や城下町の民たちにも皆さんに協力するよう伝えておきます。黄金病。ロー様たち、何か分かりましたか？詳しくは分からんが、シャール殿が言うにはな。おお、そこ行くご婦人よ。なんだいお前さんたちは、こんなとこでぼさっとして、体が金になっても知らな。
ちょっとお待ち。お前さん、もしか俺のこと知ってるんですか。はあ、お前さん忘れちまったのかい。知ってるも何もお前さん、ちょっとおばあちゃん、どうしちゃったの。ついに私まで完成。なんてこと、これが黄金病だ。ちょっとどうしたの、カミちゃん。カミュ、声を聞きつけ来てみれば、まさか君が。お主、カミュのことを知っておるのか。わしらは旅の仲間なんじゃが、今こやつは記憶を失っておってな。なんと、そのカミュのことをお話ししましょう。後ほど城下町の正門そばにある私の教会にいらして。大丈夫？よく来てくださいました、カミュ。君も元気そうで何よりだ。最後に。5年前、それまで俺かつてこのクレイモランの城下町は北海で活動するバイキングの寄港地でね。以前は交流も。カミュ、当時君はそのバイキングの手下だった。俺がバイキング。盗賊神の出自は我らデルカダール王国がいくら調べても謎だった。だがまさかバイキングの馬。いえ、生まれに関しては何とも。神は幼い頃彼の妹と共にバイキングに拾われ育てられた。それが幸せだったのかは分かりません。彼と妹はかなり過酷な生活を強いられていた。実際ある日、彼の妹が亡くなったという知らせを受け、その日を境に彼もまた姿。やめろ。神父として彼らを救えなかったことは心残りとして私の中に残り続けました。ですからやめてくれ。しばらく一人にしてください。すみません、彼の気持ちも考えず。皆さん、神を頼みます。私も。
みません。急に飛び出してしまって。でも俺。あいつらは？港に接近する船を見たか？先ほどの叫び声といい、ただ…神のことは私に任せてください。皆さんは…だろうが人間気合い入れて運べ！キラゴルド様がお待ちだぞ！この魔物たち、黄金像となった人間を持ち去る。うん？貴様ら、何のつもりだ？まさか、我らのお頭、鉄器軍？お頭だか軍王だか知らんが、この町への狼藉。黄金になっていない人間など、手に入れる価値もないが、キラゴルド様のお宝ゲット、邪魔する者は許さん！野郎ども、締め！よいしょ！野郎ども、行くぞ！クズ！しまった。さっ。あれよ。カミュちゃん、ちょっとなんで。わからん。だが今は理由を考えるより奴らを止めなければ。間に合わなかった。もう
だったら取り返すだけよ。神父さんがまだこの辺りにいると思うの。すみません、私が気を抜いていたばかりに隙を。何を言ってるんだよ神父さん。あんなおっかない連神父さんが町の外にいると聞いて心配して駆けつけたけど。畜生、黄金病にかかった人間は片っぽ。やつら金目なもんしか気にしてなかった。俺たちの命を高く。しかし神は高価なものは持っていませんでしたし、黄金病にもか。なのにあの魔物たちはまるで最初から神を知っていたかのように迷うことなく。あの魔物たちの喋り方や仕草。実はわしもその考えが頭を。確かに言われてみれば。だけどよ、そんなことあり得るのか。あの黄金を欲する魔物たち、彼らの言動や癖に私たちは見覚えがありまして。そう、この地に寄港していたバイキングたちにどこか似ているのです。当時彼らのアジトはこの町から船で出てすぐ近くの洞窟の中にありました。